マークです。ヒューマンバズ大学の、リクエストが結構来てまして、まずそれに答えていきたいんですけど、今回は城ヶ崎と吾妻どっち強いか。これはね、難しいよね、すごく。個人的には戦闘力っていう面においては俺は吾妻の方が上なのかなっていうふうに思ってますね。多分城ヶ崎ってね、上げる人の方が多いと思うんだけど、これはね、なんか俺的に吾妻の方が明確に強いんじゃないかなっていうのがあるのが、城ヶ崎って強いんですよ、めちゃくちゃ強いんだけど、あくまで喧嘩自慢なんですね、正直言うと。あくまで、その、不良上がりなんですよ。死んだらただの肉になるだけっていう、死生観が彼の強さなんですよね。肉体的な強さとかもあるんだけど、その死生観が崩れると、かなり弱くなるんですよ。実際それで一条に負けてるじゃないですか。踏み込みが弱くなったっつって。ただ、吾妻っていうのは、防具術というかをしっかり習ってるんですよね。って考えると、吾妻の方が強いのかなっていうふうに思うんですよ。ブチ切れた吾妻めっちゃ弱いんだけどね。で、あと、紅林の、ワンインチパンチあるじゃないですか。あれを、城ヶ崎は食らいましたよ。で、吾妻は避けたんですよ。って考えると、吾妻の方が強いのかなっていうのが、俺の中では漠然とあるっていうところがありますね。けど、実際戦ってみたらわかんないですよ。城ヶ崎が勝つ可能性も全然あるっすね。これは、ヒューマンバズ大学の世界にはポケモンのタイプ相性みたいな感じでね、強さをひっくり返す相性みたいなのがありますので。ってなると、どっちが勝つかはわかんないですけど、戦闘力っていう面だけで考えると、吾妻の方が強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。東国組とのその戦いでの、結構連戦えげつなかったじゃないですか、吾妻の。犬飼、野島、久賀、一条みたいな、めちゃくちゃ的やって、なんだこう、五十嵐とかとも、その間にやってるんだけど、で、仕留めれなかったと。いくらなんでも犬飼があそこまで当てれないかっていう風に思うんですよ。久賀ってスピードがめちゃくちゃ速いんですよね。で、久賀よりちょっと遅かったんですけど、久賀ってやっぱメンタル面があって、常に最大火力出せないんですよ。最大火力が出せる瞬間の久賀って、だってぶっちゃけ秋元食ってるわけじゃないですか。だからめっちゃ強いんだけど、久賀は強さにムラがあるんだよね。多分ね。多分ね、あるから、久賀はジョーカーっていうか、誰かと誰かってので測るときにめちゃくちゃいると難しくなる存在になるの。だって俺、久賀は秋元より弱いと思ってるもん。確実に俺的にはガスマの方が強いかなと思いました、はい、ちなみに組織をまとめる力とかカリスマ性的な部分は絶対に城ヶ崎の方が上。本日の動画は以上です。腹痛ドーパミンでは各メンバーが企画した様々なことをテーマにいろんな動画を出しています。他の動画もぜひ